2014年アジア競技大会は2014年に開催された第17回アジア競技大会である。2014年9月19日から10月4日までの日程で大韓民国委員長に抗議騎で開催された。実施競技に関しては2011年に東京で行われた OCA 総会で決定され、オリンピック競技28競技、 独自競技8の合計36競技で行われる。重量上げで世界新記録が多数生まれた。大会組織委員会は大会最優秀選手候補に次の8名の金メダリストを選出した。この中からメディアの投票により、萩野孝介が MVP に選出された。日本人選手の MVP 受賞は2002年不山アジア大会の北島康介以来。 ニ川では39会場のうち21会場を新設した。2014年5月、インチョン広域市、西区連軌道にニ川アシアド市競技場が完成。この予算4億 US ドルのスタジアムは設計事務所ポップヤラスが設計を担当。7万人収容予定で、大会終了後は3万席減らして活用する。文革競技場など既存の施設も活用し、 南区高市議堂には新たに、新川サッカー競技場が作られた。また、近隣の軽機堂、ソウル特別市で競技を分散開催する予定。アジア競技大会のためのインフラ整備が重荷となり、新川の負債は5年で倍増した。大会開催のために、新川市が投じた資金は2兆5000億ウォンとなっている。 大会の競技は2014年9月14日から10月4日にかけて次の日程で実施された大会公式サイトより新川アジア大会のマスコットは北朝鮮に近い公海上の城島の頭仏に住むゴマフアザラシのピチオン、パラメ、チムロの3匹韓国語でそれぞれ大会テーマの光、風、毎日なんでいる2010年9月に ダイバーシティシャインズヒアで決定した。アジアでは、それぞれの歴史、文化、伝統、宗教の多様性を認めた上で、アジア全体で真の統一感、潜在力を築くことを目標としている。2007年4月に、クウェートで行われた、アジアオリンピック競技会総会で、下記の2都市のうちから、開催地が2川に決まった。2川アジア大会はこれまでにない。 失踪なイベントとなっている。二川の大会組織委員会は五輪のようなけばけばしい大会ではなく他国がお手本にできるような低予算で斬新な大会づくりを目指していると語っている。わずか20億ドルという低予算で計画された二川大会は2010年に公州で開催された前回大会の約10分の1の費用と算出されており、北京五輪の400億ドル。 措置登投機五輪の500億ドルとは比べものにならない。金英州組織委員長はこれまでよりも経済的で効率的なアジア競技大会になるだろう。二川でのアジア競技大会が今後の開催国のロールモデルになればいいと思うとし、し素な準備ができたことを誇りに思うと話した。二川のように予算を削った開催国は少ない。二川の大会組織委は 質素なアジア大会が成功に転じると証明されることを期待しており、アジア大会は非常に効率的かつ経済的に行わなければならない。我々はアジア大会の開催を模索している他の国に対してこのメッセージを伝えたいとしている。一方で大会を開催する二川市長は総額20億ドルが費やされた今大会で市が赤字を抱えることを懸念しているという。 運営方針への批判、選手への待遇面への批判、競技の公平性に対する疑問などが報道された。SBS は大会期間中の2014年10月1日の報道で、新川アジア大会はスタート時点から失敗していたと伝えた。新川の安装主前市長の自伝によると、2007年4月17日にクウェートで行われたアジア大会招致の 最終プレゼンテーションで、ピョンチャンオリンピックに向けた、ロブゲン大統領の映像を投用し、無断で加工し、放映していた。プレゼンでは、最後に招致を支持する大統領や、首相のメッセージを流すのが慣例だったが、当時、ロ大統領は、ニ川アジア大会の招致には反対の姿勢をとっており、ピョンチャンオリンピックの招致に力を注いでいた。そこで、当時のアン市長らは、 ピョンチャンオリンピック招致のためのロ大統領の映像を無断で投用し、ピョンチャンオリンピックの部分を削除。ロ大統領が、ニ川アジア大会について、招致が成功すれば、政府と国民は、積極的に支援すると述べたかのような映像に加工した上で、プレゼン会場で放映していた。簡素、効率化を掲げたニ川アジア大会ではあったが、トラブルが相次いでいる。2006年、 同派や10年講習のように拒否を投じた過去の大会から転換を図り持続可能性を重視したとされるが低コストの運営はもろさを露呈。新華社通信は大会運営の稚拙さが各所で指摘されておりあちこちで笑うに笑えない情景が繰り広げられていると伝えている。19日の開会式に出席した東京都の増添陽一知事は 多山の意志としなければいけないことがたくさんあったとし、輸送や誘導に問題があったとの印象を述べ、大会視察後には失敗例とも語っている。マスゾエ知事によると、ホテルから会場に向かうバスは道路渋滞に巻き込まれ、30分の予定が1時間かかったとされ、セキュリティチェックはスタッフの不手際で通過に手間取ったという。21日には選手が食べる前の弁当から、 サルモネラ菌などが検出され、廃棄される騒ぎがあった。選手への弁当の配布を行わなかったり、チケット購入者が追い出されるといったことも起こった。バドミントンでは、停電による競技中断や、スタッフ用の席のチケットが誤って、一般客に販売されるケースもあった。20日には、二川競技場に灯された成果が安全装置の誤作動で一時消えた。 地元韓国の中央日報も開幕から事件、事故が連日発生し、それが海外メディアに毎日報道されたことで、韓国の国格はむしろこの大会で落ちたと報じた。大会期間中の各種メディアによる批判報道を下記に示す。今大会では開催国大韓民国による不正疑惑がいくつか報道された。モンゴル国では、 9月30日のボクシング男子での不正疑惑のほか、選手たちに対するひどい対応のため、韓国に対する感情が悪化しているとされ、中モンゴル韓国大使館は、韓国に対する視線が厳しくなっている。反韓感情の高まりが懸念される。なるべく、モンゴル人とアジア大会に関する議論は避けるようにと注意喚起する文章をホームページに掲載したとされる。 これに対し、韓国ネットユーザーからは、判定は韓国がしたわけではないだろう。血を流せば負け、というのは、小学生の理屈じゃないか、と韓国に擁護的なコメントが見られる一方、歴代最悪レベルの大会。ほぼ確定、今大会のボクシングで、韓国選手の手が上がった時、顔が赤くなったのが一度や二度ではないといった、大会への不満を漏らすコメントも見られたという。 太陽国からは、韓国の不正疑惑について、YouTube に、いや、感動画が投稿され、200万回以上、再生されており、動画中では、ホスト国とぶつかったら、あいつら確実にインチキしてくる、詐欺師韓国など、痛烈に皮肉っている。また、Web 上では韓国を非難する発言が広がっているという。下記は、大会中核史メディアによって、疑惑報道がなされた事例である。 富田直也が韓国人記者のカメラを窃盗したとされる問題で、富田は冤罪を主張し11月6日に会見を開くことになった。泉正文日本水連戦無理事は、本来なら捜査の段階で言わないと、と首をかしげた。韓国での処分は仮であるため、再度黒と判定されれば刑は2倍、3倍と重くなり、罰金も10倍、20倍となるという。 富田はカメラは第三者に無理やりカバンに入れられました。アジア系の単発の迷彩服を着た男だったと主張しており、国田弁護士は富田から10月11日に相談を受けたとし、容疑を認めないと出国させないと韓国当局に言われたようだ。不安があって認めてしまったみたいだと述べた。韓国の捜査当局は手下げ袋にカメラを入れようとして入りきらず、レンズを外して、 本体だけを入れ、袋を洋服の中に隠して立ち去る映像があるとしており、テリーとも韓国の警察が映像を提供し、はっきりすれば難しい問題ではないですよと述べた。韓国、インチョン南部警察刑事課の組織犯罪捜査チーム長は相手にする気にもならないとし、警察はその場面も映像に残しているとした。二川警察の実際に取り調べた。 捜査官の話では、被害届があり、防犯カメラ2台を回収して確認したところ、日本人チームのユニフォームを着ていて、日本チームに聞くと富田と分かった。カメラを盗んだのかと聞くと、すぐに、はいと答えた。選手村の自分の部屋のカバンに入っているというので、部屋に行くと証言通り出てきたと語った。しかし、韓国警察は、防犯カメラ映像を公開としないとしている。 富田は、週刊、文春のインタビューに応じて、突然、後ろから手首を掴まれました。気持ち悪っと思い、振りほどこうとしたら、男が僕のバッグの中に黒い塊を入れてきたのです、と証言した。国田弁護士は、日本の世論を湧き立たせて、韓国が再捜査をやってくれることを望んでいますと述べ、無罪を目指す意向を示した。11月6日に会見が行われ、 報道陣に配布された弁明書では10時30分頃から11時頃までの間に松田武氏と雑談を交わし同時間帯の二人の会話を寺村美穂も目撃していたという証言も資料として添付されたカメラを盗んだのは午前10時48分でしたとの報道を取り消し11時48分であったとした会見を受け韓国の警察は テレビ東京の取材に対し、防犯カメラの映像から、富田選手が犯人であることに間違いはないと見ていると、話した。富田の弁明会見を受け日本オリンピック委員会は、映像は、富田選手と同席して、袋に入れたのを確認した、警察の聴取に付き添った、通訳の日本語は堪能だったと不快感を示し、両者の主張は、真っ向から食い違っている。月日、 富田が無罪を訴える正式な裁判を請求したことを新川地方裁判所は明らかにした。新川氏がアジア競技大会の準備と組織委員会運営費支援のために莫大な借金を抱え、福祉予算まで大幅削減した中アジア競技大会組織委員会は成果級で大にぎわいしていたことが明らかになり問題になっている。職員全員にテレビを 支給発0新川市と組織医関係者たちの話を総合すると、組織医は最近職員約400人全員にテレビ、洗濯機、冷蔵庫などの家電製品を支給した。大会運営に必要な家電製品をスポンサーから約50億ウォンで購入する契約を締結したが、実際の購買額が契約金額に至らず予算が残ったとして職員に家電製品を配った。 組織委関係者は、家電製品を購入してもなお余った予算は、家電製品スポンサーに現金で支払うよう契約されていたため、現物を購入し職員に支給したと釈明した。航空券をもらって、海外旅行一部の職員は、大会が終わった後、公園航空会社から航空券を受け取り海外旅行に行った。特別券と契約延長組織委はまた、 全職員に休日勤務手当名目で、職級に関係なく、一律225万ウォンずつを支給し、相当数の契約職職員の契約期間を1から2ヶ月延長した。関係者は、休日勤労手当は、勤労基準法にのっとり働いた職員に手当を支給したまでで、業務を続けなければならない一部の職員に限り、契約期間を延長したと話した。 組織委は大会を終えた後、国際大会の慣例として職員に500万、ウォン相当の聖火球支給をしようとしたが、批判世論のためにできなかった。そのため組織委がこうした口へを働かせて、聖火球を支給したのではないかとの批判が出ている。二川氏への資料提出を拒否二川氏は組織委に運営費として1200億ウォンを支援したが、組織委が資料の提出を拒否しているため、 支援金がどのように使われたのかさえ把握できずにいる。しかし、似がわし関係者は予算が残ったならば生産後に返却するのが当然だ。組織委が職員のために残余予算を使ってしまったことは適切でないと話した。苦情が紛失する中、閉会前日の10月3日、大会広報担当は大会は失敗しておらず、 限られた予算の中で最善を尽くしたものと述べた。また、限られた予算の中では、既存施設の利用や、多少の不便が避けられないことは、我々にとって、当たり前のことです。私自身の考えでは、より予算の多い大会と今大会を比較することは、現実的ではありませんとも表明している。アジアオリンピック評議会のアハマド会長は、ヒジャブ着用でのプレーが認められなかった点について、 非常に残念だ。どの競技にもヒジャブを拒否する理由はないとしつつも、大会については細かい問題もあったが、成功に終わった。全員が満足する大会になったと述べた。日本の時事通信では、大会について韓国の反日感情が心配だったが、街で不快な思いをさせられることはなかった。競技会場でも、 日本選手がブーイングを浴びることもなかった。ボランティアは掃除て親しみやすく、熱心だった。街の中、会場はハングルばかり。会場の中には案内表示がほぼハングルだけのところも、あり、トイレを見つけるのも、一苦労ということがあった。もう少し英語表記を増やしてくれた方が、国際総合大会にふさわしい。移動には、苦労させられた。カヌー会場は、 メディアセンターから60キロ。メディアバスでは約1時間の所要時間となっていたが、渋滞で2時間以上かかったこともあった。メディアバスの本数が知らないうちに減らされたこともあった。などを挙げた。一方、韓国市は 2002FIFA ワールドカップなど過去に韓国で開催したスポーツイベントと比べても、建国以来最悪のスポーツ大会とこの大会を国評している。 韓国メディア、東亜日報の中国語電子版によれば、大会の評価として、外国メディアの記者が5点満点中4点を超える、高い評価をつけたという。評価は、大会のメディアセンターなどで出会った25人の外国メディア記者に対して、匿名調査を実施した結果として紹介されている。今大会について良いイメージを持っている。2018年ピョンチャン冬季五輪でも取材に行きたい。 という項目でも平均4.46点という高得点が得られたという。ありがとうございます。